こんにちは、しゅんじです。今日はですね、恐竜がバイクに乗ってる面白い商品ダイナソーモーターサイクルを見ていこうと思うんですけど、ちょっとねこちらの方を見ていく前にですね、お知らせがありまして、以前ねご紹介しました、こちら福井県立恐竜博物館で購入したね、ティラノサウルスレックスロボット、そう、博物館の中に展示されてるあのね、大きなあのティラノサウルスレックスの、アニア版なんですけど、これがねなんと、ディノサーの公式サイトでついにね購入することができるようになったんですよ。これです、これ、ティラノサウルスレックスロボットってやつですね。1100円となってます。このアニアね欲しかった方多かったと思うんで、もう、ネットでね買えますんで、気になった方はぜひ、チェックしてください。まあ前から売ってるんですけど、他にもねあの福井ラプトルとか、あと福井サウルスも売ってます。あと白いのもね、あのホワイトアニア、ティラノサウルスも売ってますんで、こちらの方もぜひチェックしてください。あ、そうだ他のもね、他のも売ってるね。あの、僕ご紹介した商品なんかも売ってるんで、まぁ、ちょっとね、見るだけでしたら面白いと思うんで、気になった方はぜひ公式サイトの方見てみてください。ではね、ダイナソーモーターサイクル見ていきましょう。中には、ティラノサウルスと、あとトリケラトプスがバイクに乗ったのが入ってるんですけど、めちゃ可愛いですね。はい、くるっと回して、なんかね、バイク光るみたいで、いや、これどんな光り方するのかっていうのがね、すごい楽しみなんですよね。では開けます。パカッと開けると、お、すごい、結構サイズ大きい。あ、あとね、電池も入ってて、お、すごいこれ、バイクから恐竜取れるようになってるんだ。これ面白い。あとドライバーまで入ってる。めっちゃ親切ですね。ではね、電池セットしますね。バイクの底面にここね、プラスがあるんで、この、セットで入ってました。プラスを使います。はい、くるくるっと回して、ちょっとね、回しにくい、このドライバー。ちっちゃいから。ちょっと回しにくい。パカッと開けて、段差2本セットします。これも電池もね、一緒に入ってましたね。で、元の状態に戻します。同じようにトリケラトプスも電池をセットします。電池セットできました。ではまずはティラノサウルスから見ていきます。サイズ大きくてね、めちゃかっこいいですよ。またね、バイクのね作りが本当に良くて、でこれ面白いのが、あの以前似た商品ご紹介したことあるんですけど、恐竜ね取れなかったんですけど、これねバイクから取ることができるようになってるんですよね、恐竜が。いや、これいいですね。これ単体でねこうやって遊ぶこともできるんですよね。恐竜から見ていきますね。これプラスチックになってて、で、緑色のティラノサウルス、目が可愛らしいですね。で、口がちょっと開いてて、で、あの口の中赤色になってますね。で、歯のところね綺麗に白色に塗装されてて、あの稼働するところとかは残念ながらねないですね。で、この前足、あのハンドル握れるようにちょっとこう丸くなっててね可愛いですね。で、後ろ足のこの内側のところにこのね穴ポコがあるんで、ここにこのステップのところ、ステップじゃないな、このシートの、バイクのシートの横に突起があるんで、こうバチッとねはめれるようになってますね。はい、で、後ろの尻尾短いです。残念ながらこのフィギュアね立たせることはできないんですよね。こう後ろにしたらいけるけど、兄や、ティラノサウルスを横に並べるとね、はい、こんな感じで、兄やよりもサイズはね、あ、大きいですね。幅がね、全然違いますね。あと、形はね、どうだろう。アニアみたいにちょっとかっこいいっていうか、可愛らしい形にね、作られてますよね。はい、次はね、バイクの方を見ていきますね。いやー、これ、めちゃかっこいい。僕好きだなー、これ。形もいいし、またこの青色がめっちゃかっこいいですね。ね、前にライトがあるんですけど、多分これ光りそうじゃないですか。クリアパーツになってるんですよね。で、フロントタイヤくるくる回るようになってて、あと、こう、ハンドル切れない。あー、動かせませんね。で、ここにメーターがあって、ハンドル、ここね、恐竜ね前足で持たせることができるようになってるんですよね。で、あのタンクのところとかね、ここめっちゃ綺麗な青色ですよ。で、これね R2100GS ってね横に書いてる。で、横のエンジンですね、これエンジンが光るようになってるようで、いやー、すごい楽しみです。で、マフラーね、これマフラー4本出しかな、1、2、3、4本出しマフラーとなってますね。すごい音しそう。で、あのシートがあって、で、ここ、なんだろう、これウインカーか何かですかね。あとテールもなんか光りそうですね。で、後ろのタイヤも、回るようになってて、で、あと動くのかな、これもしかしたら、ここなんかねあるんですよ、うん、で、後ろのタイヤ、これが前がなんか動きそうな気がしますね。バイクにティラノサウルス乗せます。足のところね、この溝のところね、バチッと、セットして、
はい、でハンドルね持たせますね。はい、掴ませてめっちゃかっこよくないですかねえ。いいね、ティラノサウルスがバイクに乗ってますよ。いやー、こういった商品僕好きなんですよね。で、電源スイッチのボタン、ここにね、スイッチがあるんで、これを押すとなんか点灯するようなんで、押してみます。あっ、なんかね、音楽流れてきた。音楽流れて、ちょっと待って。動かないのかな、これ。あ、なんか動いてるけど。あ、ごめんなさい。これ取らないとダメなんだ。はい、これ取ります。これでいいんだ。行きます。下に置いて。動いてる、動いてる。どっか行った。どっか行った、どっか行った、どっか行った。方向転換してる。当たったらあれだ。向き変えるやつだ、これね。これ当たったら、こうね。はい、いろんなとこ、いろんなとこ。徘徊してますね今。ちょっとね、僕ボタン押しちゃったから音楽止まっちゃいましたね。もう一度押します。はい、ボタン押すとね、恐竜が吠えてよく聞くサウンドですよね、これ。あとエンジン音、あ、ほら、なんかよくわかんないメロディー流れてきた。なんか嫌だな、これ。ちょっと止めますね。でもう一回押すと、このライトだけになるようで、あと下がね、くるくる回るようになってますね。はい、フロントは綺麗にオレンジ色にね光ってて、でエンジンが、緑と赤色に、交互に光ってますね。綺麗綺麗で、下がねくるくる回ってて、おー、なんか止まった。で、後ろですよ、これ。横ね、赤色に光ってて、ウィンカーじゃないのかな、これ。赤色にね光ってますね。で、テールも綺麗に赤色に光ってて、めちゃかっこいい。もう一度行きますね。これめっちゃ面白い。この音いいですね、この音ね。よく聞く。で、エンジン音かっこいい。あ、どこ行った。どこ行っちゃった。いや、もうどこ行くか分かんないから、もうちょっとね、扱うのが大変ですね。いや、でもかわいいかわいい。次はね、アメリカンタイプのバイクに乗ってるトリケラトプスを見ていきますね。これまたバイクの色がね、すっごい綺麗な赤色のキャンディーカラーですかね。かっこいいです。では、トリケラトプスも取れるんで、取っちゃいます。トリケラトプスね、後ろ足がかなり長いですね。で、茶色カラーになってて、で、3本の角があって、フリルですね。のところね、こう柄が入っててね。綺麗な色になってますね。くちばしがめっちゃ大きい、これ。めっちゃ大きいね。めちゃ可愛らしい形になってますね。はい。で、これも稼働するところは特になくて、で、背中のところ突起がありますね。で、ハンドル、握れるようになってて、で、後ろ足の内側ね、この溝があります。アニア、トリケラトプスとね、サイズを比べると、アニアよりもね、サイズは大きいですね。頭もね、めっちゃ大きいですね。バイクの方を見ていきましょう。めちゃかっこいい。いや、この形いいな。乗りたい。はい、前ね。これも同じように光りそうですね。このライトのところ、オレンジ色に光りそうですよね。で、フロントタイヤ太いですよ、これ。で、くるくる回るようになってて、あー、これね、フロント動かないですね。で、メーターの形とかはさっきと同じですね。で、タンクのところに、これね、ボタンがあります。で、横ね、あー、いいね、ラプターズって書いて、ラプトルのイラストが書いてて、めっちゃ細かい。めっちゃ細かい。かわいすぎる。で、ね、エンジンのところね、こちらも光るようになってますね。で、マフラーはこれね、2本出しかな。はい、片側に1本で、反対側にもう1本ね、出てますね。で、後ろのタイヤもね、こう回るようにはなってます。で、シートの横のところに突起があるんで、トリケラトプスの後ろ足の内側をね、セットできるようになってて、このシートの形はね、2人乗りできるタイプですね、これ。もう1体小さい恐竜乗せたら可愛いと思うんだけどな。で、サイドのところにね、光るところがあります。あと後ろもね、光りそうですね。で、下こんな感じ。まあ、さっきと同じですかね。ちっちゃいタイヤがあって、ここも動くようになってるんで、このカバー取っちゃって、トリケラトプスをバイクにね、セットしますね。はい、バイクにセットして、よいしょ。バチッとハンドル握らせて、めちゃかっこいいね。なんか、もう少しね、アメリカンタイプだったら、ゆったりとこう座ってね、乗るバイクだと思うんですけど、そう、トリケラトプスね、前傾姿勢になってて、なんかちょっとレーシーな感じに、なってますよね。面白い。これ、ボタン押しにくい、これ。トリケラトプスセットしたら、指入んない、これ。いや、ちょっと押しにくいな。プラス使おう、これ。はい、押しますね。いきます。お、さっきと同じだ。
なんかね、へんてこなあのメロディーが流れるんですよ。ピコ太郎の音楽みたいな。わあ、来た。すごい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 。はい、こう当たるとね、こういろんなところにね向き変えて動くようになってますね。はい、すごい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 。かわいい。あっち行っちゃった、あっち行っちゃった。でまたこのバイクの形が本当にかっこいい。ただこのサウンドね、そうバイクの種類が違うんで、このね排気音とかも違うんでね、その辺なんかの違いなんかもちょっと出してほしかったですね。こちらかっこいいバイクに恐竜が乗っている、ダイナソーモーターサイクルをご紹介したんですけど、あの想像以上にこのバイクのクオリティが高くてめっちゃ良かった。いやこれ本当に飾ってもねかっこいいと思いますね。であとよくわからないこうねサウンドが流れてたんですけど、ボタンを押すとあの止めることもできるんで夜でも遊べるっていうのがね本当嬉しいですね。そう、こういったねちょっと変わった商品僕好きなんですよね。また面白いの見つけたらねご紹介したいと思います。であとあの動画始めにねあのお伝えしました、福井県立恐竜博物館限定のねあのディノストア、ティラノサウルスレックスロボットを、購入することができるようになったんで、気になった方はぜひ、チェックしてください。はい、ということで、今回はこの辺で、よろしかったらコメント評価グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。